皆さんこんにちは、超アルサッカー TV の時間がやってまいりました。今回はロシアワールドカップに出場する出場国を、分析していきたいと思います。今回ゲストに、NMB48 磯かなえさんにお越しいただいてます。はい、NMB48 の磯かなえです。よろしくお願いします。そしてベン・メイブリーさんにもお越しいただいてます。毎度毎度よろしくお願いします。ベン・メイブリーと申します。よろしくお願いします。はい、磯さん、今日ワールドカップに出場する国を紹介するというところで、はい、どの国？今回はベルギー代表をご紹介します。はい、はい、磯さん、そのユニフォームベルギーじゃない気がするんですけど、まあ、ベンさんがね、イングランド好きということで、はい、ベルギーは決められません、私は。ありがとうございます。はい、ごましょっときます。気を使っていただいて。まあ、同じ組なんで。同じ組ですね。まあ、ちょっとなかなか。なかなかね、はい、あれなんで。はい。ありがとうございます。はい、ベルギーも好きですよ。あ、本当ですか？はい。で、同じ組に入る方が、はい、決勝トーナメントで戦うよりはいいのかもしれません。両方とも突破できるので、はい、決勝トーナメントだったら必ず一つは切るから。ね、はいはい。ですから、まあ。まあ、グループステージでちょっと頑張っていい試合してほしいですね。いいですね、よかった。よかった。よかったです。ベルギーじゃなくて、はい、イングランド来てよかったです。よかったです。はい、まあ、そんなベルギーですけども、はい、どうですかね。まあ、予選がかなり強かったと。はい。もう9勝1分け。はい。1回も負けてない、はい、ってことですか？負けてない上に43得点。どういうことですか、それは。そんな取れるんですか？10試合で43点という。10試合で43得点、はい、ものすごいものすごいゴール数ですね。そうですね、はい、まあ、この世代は本当にベルギーサッカーの歴史においてももう黄金世代と言われてますし、まあ、しばらく大きな大会から遠ざかってたベルギーですけども、この世代にとっても3度目の大会になりますね。4年前のワールドカップ、はい、そして2年前のユーロで、その経験を生かして監督も変わって、うん、はい、このワールドカップを臨んでも優勝を目指す と、うん、というのが、まあまあ、チームの目標ですね、はい、ただ国民は意外と前向きじゃないみたいです。予選であれだけ点を取ったのはこっちが良かったというより、相手がちょっと弱小国が同じ組に、まあ、はい、エストニア、ジブラルタル、うん、で、まあ、ボスニア、ヘルツゴビナもあまり強くなかったので、はいはい、まあ、あんな試合でいっぱい点取れたからといってビッグマッチで取れるかというと、ね、うん、そうでもないんじゃないっていう人も結構厳しいんですね。結構厳しいです、うん、で、ちょっとまあイングランド人として言い方きついですけども、ヨーロッパ大陸のイングランドというふうにベルギー人が、まあ、自分の国の代表チームのことを考えているみたいです。どういう意味かというと、いい選手がたくさんいるはず、だからチームとして、代表チームとして優勝を目指せるはず、プレミアリーグで活躍してるし、だけどチームってなったらいざっていう時の勝負強さがないだろうか、だろうから、どうせまた失敗するんじゃないっていうふうに考えてる人がどうやら多いようで、結構厳しい意見が多いですね。いやいや、こんなにもベルギーサッカー歴史の中でもこんなにいいメンバー集まってるのに、もっともっと前向きになればいいんじゃないかなと私は思うんですけども、まあ、やはり問題もあるということで、はいはいはい、ちょっと期待 しすぎてはいけないというふうにベルギー人のジャーナリストたちが言ってるんです。結構厳しい意見があるみたいですね。はい、ということでベンさんにベルギー代表のどのようなフォーメーションになるか考えてもらいました。はい、こちらです。お、じゃじゃん。まあ、イングランドと同じ組で、はい、同じくこの大会から、まあ、3バックやってますね。まあ、ロベルト・マルティネス監督、スペイン人の監督が、はいはい、まあ、前回のユーロの後、就任しまして、はい、で、まあ、3バックのフォーメーションずっと使ってるんですけども、まあ、その中で、まあ、結構攻撃的なメンバーも、まあ、豊かだと思いますね。マンチェスターシティで大活躍しているデブライナがもうボランチのポジションに入りますので、若干クラブとはまあより後ろの方でプレーすることになってて、もうそれ以外の選択肢が本当に山ほどなんか多くいまして、まあ中盤でデンベレとかいますし、フェライニとかいますし、ナインゴランとかいますし、もうより上のポジションでも、まあ、アザール兄弟もいますし、本当に、まあ、バッチワイとかいますし、
ベンテケとかいますし、いろんな選択肢はあるんですけども、はい、結構もう攻撃を期待したい、でデブライナ本人もすごくどんどん攻撃がしたい、はい、っていうのですけども、このフォーメーションで、まあ、メキシコとスペインと対戦した時に、はい、まあ、ピッチ全幅で、まあ、5人で守れるというのが、まあ、このシステムの特徴ですけども、押し込まれてしまって、そのつもりじゃなかったけど結局5バックになってしまった、うん、でサイドバックの選手はどっちかというと、もうちょっと攻める選手ですし、カラスコはもともと攻撃的にいるんですから、はい、ちょっとバランスの問題もちょっと心配されてるみたいですね、うん、本当にいいメンバーがたくさんいるんですけども、はい、どのような配置にすれば、うん、チームとして機能するのかというのが、まあちょっとポイントですね、はい、やっぱり、まあ、メンバーを見てもはい、ちょっと守備力大丈夫かなっていうのは、ね、守備が前の方が結構いい選手全然育てて、コンパニーなんて結構負傷しがちなイメージなので、替えがいるのかなっていう、そこら辺のセンターバックの、そうですね、まあセンターバック3枚は本当に優れていると思いますし、うん、バックアップに、まあ、フェルマーレンという選手もいるんですけども、はい、まあ層はそこまでですね、層はそこまで厚くない、はい、4人センターバック4人いて、でも3バックやってる上で、もし1人が怪我すれば本当にもう余裕がなくなりますし、サイドバックも、まあ、ムニエ結構、予選ではいっぱい点もアシストも記録しましたし、すごく活躍したので、そこのサイドがもうちょっと安定しましたけれども、まあ、ただ彼のバックアップはあまりいない。そして左ウィングバックカラスコという方も、まあ、彼ってフェンダーじゃないですし、そこのポジションじゃないですけども、ちょっと無理やり感もあるんですね。でも他にいない、はい、まあ、ジョルダン・ルカクが入ってもいいという声もあるんですけども、レベルがちょっとカラスコと違うので、ポジション本来のポジションじゃないのに、まあ、こういうメンバーってなってますので、まあ、そこら辺の、まあ、バランスも問題あるかもしれませんけど、本当にコンパニーがキーマンですよね。ベルギー国内ではもうプレジデント、うん、もう大統領というふうに呼ばれているんですね、はい、もうチームの顔でもありますし、ちょっとカリスマもありますし、うん、インテリでもありますし、チームをよく代表して語ることのできる選手ですから、はい、で彼がいるとやはり最終ラインとして落ち着きますし、はい、でまあ、それをもとにチームとして落ち着く、うん、そういった役割もあるので、まあ、センターバック3枚はもう本当にいい選手ですけども、うん、はいはい、アルデルバイレルとはちょっとクラブで最近出番がなくなってしまったのがちょっと残念ですけどね。はい、まあ、でも去年はベルトグリムと2人でやってたり、はい、そうですね、まあ、プレミアで活躍する選手が多い。そうですね、本当に、まあ、イングランド人からすると、まあ、馴染みやすいチームですよね、はいはい、もうプレミアリーグで活躍する選手が本当に多くて、まあ、ルカク、今シーズンから、マンチェスター・ユナイテッドに移籍して、はい、まあ、さらにステップアップしてるかなと思いますね、はい、得点力も、まあ、エバトン時代のままでもうよく点決めてますし、はい、でまあ、ビルドアップにもよりうまく貢献できるようになったかなと思いますね。気になるところあります、イソさんは。やっぱりルカクは結構得点決めてるイメージあるんで、ベルギー代表最多記録ぐらい出てるんですかね。どうなんでしょう、結構得点を取ってるイメージなんですけど、今回の大会でもやっぱり点を取ってくれますかね。そうですよね、まあ周りにもアザールもいて、メルテンズもいて、メルテンズがもうずっと攻撃的ミッドフィールドとかウイングでずっとプレーしてましたけども、うん、もう結構得点力って考えるフォワードとして遅さきですよね。うん、1年半ぐらい前、はい、急遽クラブでナポリでフォワード起用となって、もうどんどん点決めるようになったんですけども、はいはい、まあ、ベルギー代表だとまだちょっと、まあ、その右サイドでプレーすることは多いんですけども、はい、ですから、まあ、得点は1人に頼りすぎることなくですね、まあ、ムニエも結構決めますし、メルテンスも決めますし、アザールも決めますし、デブライネはそのポジションだとちょっと中途半端になる部分もあります、うん、中盤で守備的な、仕事、まあ、ちょっとシンプルなパスも出してインターセプトしてタックルする仕事、まあ、ヴィッツェルが担当して、彼がもう絶対に入るそういった仕事をするためにですね。でその隣にデブライネがいるんですけど、本当はもうちょっと前でプレーしたいんですけども、ね、まあ、もうちょっと後ろからのプレイメイクとなりまして、なかなか、クラブと同じような
調子をベルギー代表で見せることがまあできてないという指摘がまあベルギー国内によくありますね。まあ、とは言ってもこうなかなかいいメンバー揃ってる中で、うん、そうですね、この能力が高いイメージですね、はい、イングランドは同じグループで戦い、はい、パナマ、チュニジアと、そうですね、まあ、2つイングランドともに、まあ、抜けるんだろうという予想ができると思います。そうですね、確かにそうですね、突破すると思いますね、うんうん、思いますね、確かに、うん、やっぱりユーロちょっと期待よりはできなかった部分っていうで、はい、そうですね、内容全然ダメでした、うん、それはどうですかね。まあ、あの時の監督の評価もあんまり良くなかったですね、はい、ウィルモッツ監督、はい、いや、こんなにいいメンバーいるのに、なんでこんな内容なのって、はい、そして最終的にウェールズに負けたのも、どうやらなんかジャーナリストたちの話を聞くと、あれは結構、まあ、国民たちにとってショックだった、こんなにいいメンバーいるのに、やっぱりいつものダメなベルギーだっていう印象が強くてですね、だから今回もう期待、本当はできないんじゃないかなっていう声もある。そういうところがあるんで、そこもあのショックが、やっぱり大きかったと思うんですけども、まあビッグバン強豪相手とはそんなに対戦してないんですね。予選ではまあ順調でしたけども、まあ、弱小国とよく対戦しましたし、親善試合でそんなにもう強豪と、やってないので、本当に通用するのか、まあ、本当に本大会にならないとわからない様子もあるんですよね。ただ、まあ、まあメンバーとしてすごくもう見たくなりますよね。見たいですね。もうこれナインゴランも入れてないです。ナインゴランすごくいい選手、ナインゴランもしかして23人にも入らないかもしれません、あれだけローマでいいプレーしてる。あの彼はあのタバコ吸うんですよね。タバコ吸うで、ウィルモッツ前監督の指揮下では、うん、それはまあナインゴランだから OK、 ちょっと特別扱いみたいなことがありまして、だからタバコを吸えるホテルの部屋とか、まあ、外で吸えるスペースがあるところを用意してましたけども、マルティネス監督はいやそれは絶対ダメで、もプロだから今の監督そう、今のそうで、そこでちょっとまあうまくいかない部分もあって、で、まあここのチームですと、ナインゴライン入れるんだったら、まあ、中盤のヴィッツェル・ディブライナーが入るスペースですけども、はい、まあ、ヴィッツェルは必ず守備的な、ミッドフィールダーとして必ず入るので、はい、ディブライナーとポジションを争うことになって、やっぱりディブライナーになる。ディブライナーみたいですね、はい、ですからもうナインゴラン11人に入るのが難しいし、難しいですね。でバックアップとして誰を信頼してるかっていう、って考えるとマルティネスもしかしてあいつはちょっとプロらしくない部分もあるので、そういうところも見てるんですね。そうですね、はい、まあ、そこに関してはもちろん賛否両論はありますしね。ベンさんはベルギー対戦する相手でもありますけど、イングランドが注目選手は、注目選手はやっぱりデブライナですよね、彼がもうマンチェスターシティで見せてるようなパフォーマンスをベルギー代表でも、まあ、見せることができれば、本当に彼の、もう人間じゃない部分がある、もう人間ならできないことを彼はできるんですよ。確かに彼なんか誰も見えないパスコースだ、彼だけが見えて、もう本当に鋭い、そしてもうウェイト、その、力がバッチリのボールを入れますし、うん、はい、そう考えるともう前線にいるアザール、ルカク、メルテンツ大喜びのはずですよね。ですからもう本当にそのポジションじゃなくてもうちょっと自由のあるポジションの方がいいという声はもちろんありますし、本人もまあちょっと公言までしてしまう、ちょっと監督の戦術を、はい、まあ、公で批判したのが去年ちょっと話題になりましたけれども、まあ、ベルギーはとにかくチュニジア戦とパナマ戦では主導権を握るでしょうし、まあ、守備的な仕事をウィッツェル1枚でいいから、もうその辺の試合ではまあちょっと自由になってプレーメイクができるかなと思うので、そこでまあいいスタートを切ることができれば、まあ、ベルギーはパナマとまず対戦して、そしてチュニジア、そこでちょっと自信がついて、チームとしてのなんていうかな、まあ連携とか連動がそこでまあちょっといい感じになれば、はい、まあ、少しずつ良くなっていくというふうにまあ期待したいですね。磯さんは私は個々の能力がみんな高いので、それをどうやって扱うかっていう監督に
注目したい戦術というか、はいはい、どうやって扱っていくのかなっていうところもありますし、あれですね、コーチに元フランスのアンリーがいるっていう、そうですね、すごい、はい、ことですよね。それを知ってびっくりしたんですけど、はいはい、だからどういう戦術で、まあ、考えていくのかなっていうのがあります。本当にいい選手が多いので11人の中に入らない選手もいるので、どういう選手を扱うのか、そしてどういう戦術で戦うのか注目していきたいと思いますね。はい、ベースは同じグループですけど、ベルギーはどこまで行きますかね、はい、そうですね、まあグループステージから勝ち上がるのは間違いないと思いますし、うん、はい、でイングランドと同じように、次のラウンドではまあ日本と対戦する可能性はあります、うん、まあ、日本かポーランドかセネガルかコロンビア、うん、そこもまあベルギーだったら負けないんじゃないかなと思うので申し訳ないです、ね、そう、いやいやいや、でも気を使っていただいたのにですからもうベスト8まで行くのが間違いないかなと思うんですけども、そこのラウンドではドイツかブラジルと対戦することになりそうで、うん、でベルギー人に聞くとドイツが怖い、ドイツは調子が良かろうが悪かろうが勝負強いのは間違いない、うん、確かにこっちの勝負強さまだ分からないので、ブラジルの方がもしかして勝つ可能性が高いんじゃないかなっていうふうにベルギー人の記者たちが言ってます。ドイツだったらまあ、もう本当に昔からのライバルでもありますし、す、ね、まあ歴史でいろいろと、まあ、ベルギーとドイツの、まあ、戦争の時の歴史とかも あるんで、ライバル関係もありますし、でもドイツ強いってみんな思ってて、そこのメンタルの面でドイツ、あ、メンタルも大事ってことですね。そうそうそう、だけどブラジルだったらもうちょっとムラがあるのかな、まあ ね、ですからもうブラジルのうまくいかない時、まあ、前回のワールドカップで 1-7 で敗れた試合もあったし、はい、 そのことはブラジルならあり得るので、ブラジルの方がいい、ブラジルには勝てる、逆に、あ、そういう気持ちの問題もあるんですね。気持ちの問題でですね、はいはい、ですから本当にまあそこで多分ベルギーのノルマとしてそのベスト8の試合がすごく勝負どころになって、ベスト8で終わったらちょっとまた期待外れになるから、今年こそせめてベスト4まで行きたい、うん、そうですね、行ってほしいですね、はい、そうですね、磯さん、本当にベスト4まで行ってほしい、結構ベルギーは注目してるので、はい、結構優勝してほしいぐらい結構ベルギー注目してるので、うん、頑張ってほしいなと思います、はい、ベスト4は行ってほしいですね。まあ、期待は高いチームなので、はい、まあ、ユーロみたいな失敗がないことを、はい、多分見てる人はみんな、はい、みんな思ってますね、きっと、はい、まあ、本大会どこまでいくのか楽しみにしたいと思います、はいはいはい、ベルギー代表の初戦は6月18日24時キックオフを迎えます。初戦はパナマ戦です。ぜひ皆さん注目して見てください。